徹底アンケート、写真って何ミリが正解なの？写ペンを選ぶときに何ミリがいいのか、これは文房具好きにとって永遠のテーマです。ということでアンケートを取ってみたので、ランキング形式で結果発表と言いたかった。実際はご覧の通り、2万5000票の 73%、 1万8250票を獲得した 0.5 ミリの圧勝、次いで 0.3 ミリということで、想像通りの普通な結果になったので、用途ごとシャーペンごとに分けてベストなシーンを紹介。ノート取るとき、これは 0.3 ミリを押す声多数、テストのとき 0.5 ミリが一番いいというリプをたくさんもらいました。理数系科目のとき、細めの 0.3 ミリが間違いないようです。壁子スペシャル、 0.7 ミリというリプにたくさんのいいねがついています。オレンズネロ、ネロは 0.2 ミリこそ至高みたいです。参考になりますな。グラセン、 0.4 ミリが最高のようです。そもそも 0.4 ミリが選択肢にないのはなんでじゃかすというリプいっぱいもらいました。ごめんって。番外編、綺麗にまとめたりするのは 0.2 ミリ、食べるときは 0.5 ミリ、三笘の1ミリ。